5人の家族とその愛犬さくら。あの時の僕らに足りないものなんて何もなかった。彼女がうちに来るから。兄ちゃん、矢島さんどこがいいや。これはありふれた家族の綺麗事じゃない物語。神様はまた僕らに悪送球を仕掛けてきた。そんなことも知らんのでしょうが。私は長谷川美希が好きです。ちお姉ちゃん好きや。残された家族に起こった大晦日の奇跡、全てを受け止める愛がそこにはあった。お姉ちゃんは死んだけど、やっぱり思うたやろ。生まれてきてくれてありがとう。さくら